こんにちはです。こんにちは。はい、ということで、はい、なんか今日はなんかあるらしいので、はい、そうですね。あのお二人に聞きたいんですけど、うん、今日は何ですか。やっぱ2023年をちょっとこういうことをやっていきたいなっていうのを一本目を取ってきます。はい、はい。実は、うん、まあ去年いきなり矛盾する。去年のあの幽霊ライブあったじゃないですか。はいはいはい。あのパシフィコ。パシフィコ。はい、ですげえ忙しそうだったじゃないですか。うん、あのなんか僕たちもいろいろ企画を撮ってたんですよ、うんうんうん、映像を仕上げたんで、はいはい、一緒に見ていこうかな。ああ、わかりました、わかりました。それでは VTR スタート。はい、こんにちは。12月17日、今日は幽霊ライブボリューム1パシフィコ横浜に来ております。横浜に来ております。髪の毛入ってるぞ気づいたね。うん、髪の毛入ってる。それはおかしいと思う。うん、正直待ってたよ。うん、うん、名乗り寄せました、源太です。そして、今日一緒に動画を撮ってくれる、はいはい、迷ったけど一応止めとくわ。これはどうの迷いですか。うーん、何くだらないことしてんだろうって。いや、可愛くない。な、これ何メイクしたの。え、分かった。ね、でそれをかかるよな、ちょっと気持ち悪いもん。がっつりメイクしてもらった。がっつり。誰に。まあその辺は出てきます。まあそうだよ。じゃあもう行きましょう。ということで僕たち2人が一応変装してるんですよね。いつも僕髪ないんですけど、今日は僕は髪があるバージョン。そして俺はロン毛バージョンですね。そしてよく見てメイクちゃんとしてます。そう、ユーリの普段メイクしてくれてるメイクさん、はい、バシバシメイクしてもらいました。いいですね。うわー、すげえ。はい、じゅんこちゃんできたよ。ありがとうございます。あやだ、嫌になってきた。しかもユーリが今流行りやってる間にメイクしてもらってますから。これユーリに内緒の企画ということで、はい、メイクをじゃあイッチにやってもらったってことだ。うん、暇じゃねえから。いやでもね、みんな、うん、イッチさん結構ノリノリだったね。ノリノリだった。いつもメイクやってくれてるイッチさんっているんだけど、結構ゴリゴリにやってもらった。ゴリゴリにやってもらった、うん、それでこれで何すんの。まあ、それは今から見ればって、うん、そうね。今日やるのは、はい、物販に俺らでこうこれぐらいな感じでね、うん、もう買いに行って、まあ、気づかれずに帰ってこようみたいな。はい、すごい。俺ね、うん、気づかれないと思う。だって別に別人じゃん。髪が生えてる源太は源太じゃないし、こんなロン毛のマスクかけてるやつはもうシッてバレるなら俺の帽子かぶってるってことぐらい。これ俺の帽子？源太くんの帽子。あ、じゃあ本当にバレないと思うわ。マジ、うん、まあ、ただシッて言うならこれ純は背はだってそのでっかいままでしょ。うん、でかすぎるよ。素直に。確かに、だってガタイ男じゃん。だからね、だからさすがに気づかれたらそこ企画終了ですよね。そうですね。でさ、目標決めよう。目標、まあ、とりあえずさ、ユーリのグッズでさ、あのくじがあるじゃん。ああ、あるね。あのくじを欲しいじゃん、うん、やっぱくじを買いに行くのと喋、うん、りかけられない。あ、そうだね。ゼロバレで買い切る。買い切るが一番のゴール。ただ、うん、今さ、今4時40分でさ、うん、17時から入場会場らしいの、うんうん、そこで多分いっぱい並ぶっぽいから、うん、そこに俺らが紛れ込む感じで行きましょう、うん、まあ俺らが今一番やんなきゃいけない有利に合わないことですけど。そうだね。まだ元も止まる。確かに。それじゃあせーの。ジェイ先行って、俺その後追いかけます。で、ジェイのちょい後ろ。あ、緊張する。じゃあ後で。じゃあジェイ、スタート。スタート。しびるぐらい混んでる。意外といけるかも。めっちゃいけるぞこれ、めっちゃいける。でかくね、やっぱり。頭出てる。シンプルにね。俺らそこの目線はなかったわけじゃん。これで見たらマジでいけるな。しかも顔絶対わかんねえな、これ、うん、こんな隠れてたんだと思うぐらい、うん、亮太と目合いましたね。編集スタッフと目合った。いけるかも。はい、正直全然余裕すぎて飛び方ゼロです。ここがいい。端っこ並ぶ。ちょっといい。はい。ジュン、女の設定なの？だって、一応声を出さなきゃいけないじゃん。女の設定だろ。髪の毛増やして、うん、メイクして、
で、ボソボソ男の声で喋ってたら周りおかしいと思うよ。あ、それでなんかちょっと女性っぽい声そう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 、もし聞かれた時のためにむずいんだよ。しかもさ、これ俺ら電話繋がってるわけじゃなくて、うん、ボイスメモで各自撮ってるの。あ、そういうこと。だから結構きついんだよね、うん、本当に背が高えわそこだけ気になるわやたらとだ一人だけすごいよ。ニョキってなってるよ。これいけますよ、絶対いける。これバレたいのに全然バレない。どうしよう、やった。ここからはもう人々に目を合わせていくわ。1点で600円です。はい、600円。はい、はい、そうですね。はい、全然バレねえじゃん。全然バレねえじゃん。もう純クリア。純クリア。じゃあ、あとゲンタだけ。買いました。帽子取っていきます。ゲンタくんいるから、ゲンタくんの横に並ぶ。ね、これも帽子取っちゃった。とりあえず一番リョータが不安そうな顔してます。くじを一つください。はい、買えたね、はい、やばくない、やばくない、これどうするつもりだったの、どういう予定だったの。キャーダメだ、やっぱできますね走って逃げるまで想定できてた。全然バレませんでした。あ、一応さ、あのファンクラブのスタッフさんにさ、うん、普通にファンクラブ入会しに行かない？あ、そうそうそうこれ回しながら。もう焦ってます、うん、なんかしようとしてるもんな何かしなきゃって思ってる。もうね、それしかないよ、うん、ユーリのライブだったら俺らも輝けると思ったんだけどな。ダメでした。全然ダメだった。演奏したらダメだった。精進します。でもあんまり周りを見てる人はいない。そうだね。はい、入会したいんですけど。あ、どうぞ。いいですか。はい、あ、お二人とも新規入会ですか。はい、あ、わかりました。大富士さんありました。大富士さんありました。わかんない、うん、全然わかんない。わかんない、声でわかった。ああ、まあまあよく会う人に、うん、こんなにぬるっと気づかれるぐらい、うん、もう無理だよ、うん、で、ここがもしかして一番取れたかってことはないよね。ない、うん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふざけんな戻ってくんなよもう無理だった。もう無理。みんなの前で撮ってほしかったよ、逆に。そこまではできん。撮った撮ってね、あの、撮る人いねえんだよ、動画をね。動画お互いで撮り合えばいい。意味わかんねえだろ。ただまあ撮ってもパニックになってないかも。見てこの目、二人のこの目もう弱ってるね。もう弱ってるよ。こんなにしないとやばいと思ったんだよね。うん、普通に変えてしまいました、うん、余裕で変えた。ちょっともういいですか、ごめんなさい、かゆいですおいっす、お疲れっす。お疲れっす。まあ、実際ね、別に誰にもバレなかったわ。バレませんでした、正直、うん、知ってる FC のスタッフの人のとこ行っても全然気づかなかったね。全然気づかなかった。結構まああったよね、うん。じゃあ、ゆうり君、ここで問題です。このゆうり君の100種類の、はい、いろんなもの、これは何が当てたでしょう。チームリーダー、スタート。え、マジやばい、ね、それクイズとかじゃなくて全体的にやばいね。で、何が当たったの。いや、当ててくれ。ててバクが描いた絵なんじゃないの。カメラとかじゃない。あー、うん、はい、そんなだが、ゲンタの顔か、俺が描いた、はい、ドラマチック展開。はい、はい、お疲れ。じゃあ、答え合わせいきます。いきましょう。あ、なんですか。あ、なるほど、なるほど。こちらでした。立ち売りギターでした。舐めてんの。いやいやてかさ、なんだこいつカメラマンだよな。ちょっと待って、俺これマジでわかんない。だからもう記憶ないんだよ、この辺。もう消しちゃってんの俺。へえー、そっかい、そっかい。なんか俺も前当てなかった、それ。これなんか当ててた気がするね。もうお戻しします。あとは未来の俺たち頑張ろうぜ遠くで。はい、うん、あれ本当に本当にやばかったね、うん、本当に、うん、ボツだよこれ本当は、うん、知らないでしょ。いやでも、うん、なんか俺もさすがにチャンネルメンバー、うん、みんな有名でありたいから、うん、やっぱこうリベンジしたいね、うん、あとこれ俺で隠れてやる必要どこにあったの、うん、なんかもっとウケるかと思った、うん、だってフルメイクしてんだぜ、うん、フルメイクじゃねえじゃん。フルメイクって 目は
ガチでやってたもん、うん、結構俺らは面白かったよ。おもろいよね。うん、おもろかった。なんかこういう動画もたまにありかなって思っちゃったりしたしね、うん、あのまたいつかは、うん、ちょっとリベンジしたいな、うん、したいね、うん、パニックにしたい、パニックにしたいね。そうだね、そうだね、ある程度のとこまで俺らも行くね。そうだね、うん、うん、まあそんな感じで、まあ一個だけ分かったのは、うん、ユーリは俺らに冷たいってこと。あー、そんな、いや、冷たくない。まあ別にこれユーリのライブだからね。ユーリチャンネルのライブじゃないから。なんでだよ、そしたら違うからね。別に有利のファンのとこに俺らが潜入してるだけで。いやでもさ、みんな YouTube 見てくれてると思うよ、さすがに。全員あの、サウシーのファンかもしれない。そうだ、台湾だから。なるほど、お前も頑張れ。俺が言えんのはそれだけ。わかりました、わかりました。まあそんな感じで、はいはい、今日の動画は終わりたいと思います。皆さん、あの優しい目で見てあげてください。チャンネル登録とグッドを忘れて、皆さんまた明日。ありがとう。あのこの動画を見返すことはないと思いますので、他の動画をぜひ見返してください。ファンの方は好きだよ。公開されるの祈ってます。ラブ。チャンネル登録お願いします。